皆さんはじめまして、ジャグスケです。いつもジュスロのジャグラーの動画ばっかり上げてたと思うんですが、ちょっとマンネリ化してきちゃったんで、今回は大きく思考を変えて、セイントセイヤリセット狙い、略してリセイヤ狙いをやっていこうかなと思います。いやちょっとリセイヤ狙い怖いんですが、まあちょっと頑張ってやっていこうかなと思います。リセイヤ狙いってそもそも何って思う方いらっしゃると思うんで、少し簡単な動画挟みますので、少しそちらを見てください。セイントセイヤなんですが、リセットされた時にこの表の5つの恩恵が、受けられますよと。で、今回狙っていくのが上2つ赤く塗られているところ、初期腹痛ポイント40ポイント以上と GB レベル2以上っていうところを狙っていこうかなと思います。で、詳しい狙い方なんですが、GB レベルの場合は、レベル4から、追いかけてみようかなと思います。で、腹痛狙いに関しては、腹痛中、腹痛大が出た時に追いかけようと思います。で、例外なんですが、腹痛小プラス GB レベル3、70% の場合のみ、腹痛解放まで追いかけてみようかなと思うので、この狙い方でやっていこうかなと思います。はい、見終わったでしょうか。さっきの狙い方で、リセット狙いやっていこうかなと思うんですが、まあ、1台、2台だけじゃ面白くないと思うので、今回合計10台いつまで終われませんという企画でやっていこうかなと思います。いやちょっと怖いけど10台頑張ってやってみます。
ダメだ、おしまいだ。続きは取りました。からには10台しっかり打っていこうかなと思うんですが、今日だけだと2台しか打てなかったんですけど、ちょっと数日に分けて、まあ、10台消化していこうかなと思います。収支の方はこちらの方に載せておきます。あー、取り返せるかな。まあ、次は3台ぐらい打てたらいいかなとは思うので、次回の動画もご視聴のほどよろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。